2020年10月14日、日本の海上自衛隊の最新鋭潜水艦タイゲイの進水式が行われました。その排水量から3000トン級潜水艦とも呼ばれていましたが、タイゲイハウミジ最大サイズの潜水艦になります。大きさだけではなく、そう、流型潜水艦と比較しても伸縮性やステルス性に優れていますし、機動性、運動性は言うまでもありません。つまり、世界でもトップクラスの潜水艦ということでしょう。では、タイゲイの先輩格であり、日本が世界に誇る優秀な潜水艦操縦です。詳しく見ていきます。この、そう、流型潜水艦の続く潜水艦には、X 火事が採用されているようです。日本の潜水艦は、高い運動性を認められていますが、その陰で、X 火事が、どのような役割を果たしたのか、詳しく見ていくことにしましょう。そう、流型潜水艦は、リチウムイオン電池を採用したことによって、X 火事の運動性能を引き出せるようになったということです。もちろん、潜水艦は、機械を置いただけでは動きませんから、しっかりと操作してくれる優秀な海事乗艦員たちのおかげで操縦が、世界に誇るトップの潜水艦という称号をもらうことになったと思われます。X 火事ですが、中国や韓国、北朝鮮が使用している十字火事とは違うものです。日本の親潮型潜水艦も十字火事を使用していますが、中国海軍がうようよ航行している南シナ海で相手に発見されることなく、任務を全うしています。結局は、潜水艦の機能より乗組員のレベル差がものを言うということなのでしょう。そう、流型潜水艦では AIP システム、非対機依存推進システムを採用していますが、11番艦の後に建造される艦はリチウム電池とディーゼルエンジンの併合方式に変更される予定です。日本には、そう、流型と別に、もう一つの欧流型という潜水艦があるのですが、欧流型すべての艦に併合方式を採用することになっているそうです。では、改めて、そう、流型潜水艦に設置された X 火事について説明していきましょう。もともと船には、2種類の火事を組み合わせた十字型火事が採用されていました。船首の向きを変えるための垂直火事、銃だと船の姿勢を制御するための水平火事、オーダーを組み合わせたものです。中央を組み合わせれば確かに十字になりますね。X 火事では、中央の火事を45度傾けて設計したので、4枚の火事全体で、船の向きの変更と姿勢制御の両方の役目が果たせるようになりました。この方法を取ることで、船の運動性能は、格段に向上しただけでなく、4つの火事が、絶妙なバランスを取ることによって、船の操作が、容易になったということです。十字型火事では、急浮上や急潜航など、瞬発的な操作が困難でしたが、技術的な部分がフォローアップされたことで、旋回能力も向上しました。海事の黒潮型潜水艦は、有能な潜水艦として、
定評がありますが、この間よりも 30% もアップしているそうです。操作能力が向上したということは、操作する乗組員にとっても、ストレスが軽減されたということになるでしょう。そして、舵が4枚になったので、万が一1枚の舵が傷ついたり、落ちたりしても、残りの3枚で役目がチェアできるということです。ということは、事故に備える体制が常に確保されているというわけです。日本の潜水艦で機関として採用されているリチウム電池の利点は、高いパワーを持ち、高スピードで潜航可能な点です。そうなると気がかりなのが、X 舵を採用したことで、船の潜航深度が、どれほど深くなったかについては、全然わからないということです。せっかく X 舵を採用したのに、運動性に変化がなく、高出力操作も、可能なのかどうかが心配ですが、従来のような低速での潜航については、明白になっているようです。南シナ海で黒潮潜水艦が行っていた任務が、中国を含めた周辺国に、全くバレていなかったという事実があります。15年も前から情報収集行動を行ってきたというのにもかかわらず、です。周辺国は、実は、黒潮潜水艦の動きを知っていたけれども、気づかないふりをしていたのではないかとも憶測されているようですが、防衛省がこれを公表した理由も気がかりなところだと思われます。防衛省が周辺国の潜水艦探査能力不足をあえて指摘したというのなら、裏の考えがあったのだろうかと邪推してしまいます。黒潮潜水艦よりも、そう、流潜水艦の方が、潜航能力が高く、静粛性も高いので、深く海中に潜れることも、容易に推測できます。と言っても、どれ程度の深さまで潜れるのかは、さすがに極秘情報ですから、公開されることはありません。通常動力型潜水艦にかけては、日本の技術が、現在世界トップと、みなされています。以前は、技術大国ドイツの独壇場と言われ、ドイツ製の、通常動力型潜水艦が、世界のナンバー1と称されていました。ドイツは、20世紀初頭のアウトバーン建設やポルシェ、メルセデス・ベンツなどの高級車の製造に代表されるように、技術大国として称賛されていました。しかし、最近では凋落が激しく、見る影もなくなってしまいました。ひょっとしたら、ドイツの製造技術は途絶えてしまうのではないかという、噂も囁かれているほどです。どんな分野でも、ドイツは世界のトップを走っていました。それは確かです。日本がドイツのようにテクノロジー分野で力を出としていくことがないよう祈るしかありません。さて、操縦です。実はオーストラリアでも操縦型を購入したいという打診が一時はありました。しかし、オーストラリアの政権が交代したため、日本ではなくフランスから購入することになってしまったのです。実は、この購入相手を変更した理由として、オーストラリアの最大貿易相手国中国が横槍を入れたという、まことしやかな噂も
あるそうです。フランス製の潜水艦建造計画は進んでいますが、オーストラリアは、今更ながらフランス製より日本製の方が優秀ということに気がついたようです。オーストラリアには日本から購入したいという希望があるとも言われていますが、今更日本もありがとうございます。はいどうぞと簡単に売り渡すこともできないでしょう。第一、あなたのより日本製がいいから、日本から買うとフランスに言えるはずもありません。フランスも、そうですか、と引っ込むはずもないでしょうし、オーストラリアの潜水艦計画にはすでに多額の建造費もつぎ込まれています。作れないという理由でフランスと手を切って再び日本と契約を結ぶというのはどう考えてもありえないと思わざるを得ません。日本近海の状況を見ると、中国だけでなく北朝鮮、韓国などが怪しい動きを見せていて、いつ有事に陥ってもおかしくないような状況です。しかも、北方のロシア原潜も隙をついて不穏な動きを見せているようで、こちらも油断できません。つまり、他国の潜水艦が海のどこに潜んでいてもおかしくはないのが、現在の状況です。潜水艦が活躍するのは海中、海底ですね。そこでは、潜水艦にとっては自分の音が最大の敵になってしまうのです。つまり、時間の音が敵に存在を知らせてしまう危険な要素になってしまうわけです。逆に見れば、敵の立てる音が自分たちの味方になると考えることもできるということです。要するに、最低限の音で潜水艦が行動できれば、その力は侮れないものになるはずです。そう、竜型潜水艦はその特性を十分に兼ね備えていますから、この潜水艦を要している以上、日本は1対1の海中戦で負けることはありえないと考えられます。